株式会社日本国際放送は NHK の子会社。第3次、小泉内閣時代に政府は総務省の映像国際放送のあり方に関する検討委員会の最終報告により日本の国際情報力強化のためにより充実したテレビの国際放送を行うことを求めていた。そして第1次、安倍内閣時代の2007年に 放送法が改正された結果、2008年4月、NHK は、テレビ国際放送の全額出資し会社である、株式会社日本国際放送を設立。2008年9月から一部の業務を開始。同年10月には、民放企局各社他民間会社13社が合計1億9000万円の、第三者割当増資を引き受け、3億9千万円に、資本金を増加。 2009年2月2日より NHK ワールド TV に関する業務の一部を受託し全面的に業務を開始した。映像国際放送のあり方に関する検討委員会の委員に民放キー局の幹部社員もいたため NHK の他に日本テレビ、テレビ朝日、TBS、富士テレビの民放局及びウェブ同時再送信配信を行っているため マイクロソフトも出資している。景気の低迷による広告市場の冷え込みなど厳しい事業環境の中での船出となったが、2期目の2009年度決算は1628万円の当期準損失にとどまり、当初計画の赤字見通しを圧縮する結果となった。第3期は単年度黒字となり累積損失は縮小した。日本のテレビ国際放送は、 1990年、当時の NHK 会長だった島刑事がアメリカのニュース専門放送局である CNN に触発されて構想したグローバルニュースネットワークに遡ることができる。NHK と BBC、ABC にて8時間ずつ分担して全世界に24時間ニュースを放送する通信衛星ネットワークを構築するという壮大な放送だった。 東京都千代田区清井町にある千代田放送会館はもともとは GNN のキーステーションとするために建設されたものである。その後、全世界では NHK ワールド TV、アメリカではテレビジャパン、ヨーロッパではジャパンサテライト TV が日本のテレビ番組を放送するようになった。2010年4月1日より NHK グローバルメディアサービスから譲渡を受ける形で 海外向けテレビ番組配信、在外法人向けテレビ国際放送の NHK ワールドプレミアムに関する業務も受託することになった。その後、ジブたち上げ後も NHK ワールドの海外発信力の弱さが改善されないため、新藤義高総務大臣時代の2014年8月29日に NHK 海外情報発信強化に関する検討会が立ち上がり、 2015年1月30日の中間報告では完全ニュースチャンネル化の答申が出されたがその後の事務独自の放送枠番組や NHK ワールド TV の番組編成においては民放キー局が構成している音楽番組や情報番組の方が増えている上記の GNN 構想は NHK の肥大化を恐れた民放の反発もあってとんざしたが 民放の日本国際放送への事業参加についても、日本民間放送連盟の広瀬道貞会長が2008年4月4日の記者会見で政府が補助金を出して国益を目指す放送となると国策放送になりかねないとして難色を示すなど当初は冷ややかな反応であった。しかし8月27日に行われた日本国際放送の記者会見で社長に就任した。 高島初久は10月中旬に実施する第三者割当増資で日本テレビが出資する見込みであるほか富士テレビ、TBS、テレビ朝日など他の民放各社も出資を検討していることを明らかにした在京キー局の中で唯一テレビ東京が資本参加しなかったが同局の島田正幸社長は2008年9月25日の定例記者会見で 放送の大部分が NHK の再放送であり出資する効果が希薄。ただし番組を提供することについては協力を要請されればケースバイケースで考える。国策としての国際放送に民放が出資するのはどうかと思うと理由を述べた。ありがとうございます。